ゴールパイナイサー。いや、言うた人初めて。言うた人、ほんまほんま。ほんま。え？誰か言うてんの見た？一回でも。ありがとうございます。珍しい人がいらっしゃいました。ということで石田佳奈子プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい人ですね。ゴルパイナイサーを一緒に言うてくれる人なんてなかなかいませんから。そうなんですか。そうなんです。あの芸人ぐらいです、それやってるの。ありがとうございます。はい、というわけで今ですね、前半戦、10、11、12終わりまして、私がワンオーバー、そして田中プロがツーオーバーでございますから、これは私一打勝っております。というわけで中盤戦、ここはまあパー5も絡んできますからね、はい、ここでね、どうなるか分かりませんけども、見ていただければと思います。ではやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはダイヤさんの申し訳ないんですけど、はい、私マサダ夢乃ちゃんの対決しか見たことない。ええよ別に。ええよ全然。それは言うてなかったよね。マサダ夢乃ちゃんはゴルパイナイサー言うてなかった。言うてなかった。そうやろ。でもそれ一回見たら誰も言うてないの分かるやん。ええねんけど。いや言うてくれる方がええよ。だからいつでも言ういいや。わかりました。バーディー取ったら言うてよ。もうほんまに。バーディー取ったら言うか。あれ言いたいです。そうそうそう、そうやろ。あれ言いたい。そうやろ。はい。まさだ夢のようです。いや違うのよ。あれ言いたい、おかしいだよ。それ言いたい。夢のちゃんもね、プロテスト一緒に受かったから。そう、そう、そうね。同期。あ、同期やから。そうそうそう。だからそう、ね、私が代わりに言う。あ、そうね。わかった。わかった。おかしいけど。言います。違います。13番ホール、550ヤード、パー5です。さあ、行きましょう。さあ、元気になってきた。よし。日没もありますからね。よし。ここから右に来て。おお。おおおおおおお。右来たね。はい、来てます。よしよし。ナイスです。風強い。だいぶアゲンスト吹いてますね、これ。はい、ありがとうございます。ちなみに、はい、石田プロは何期生になるんですか？96期生です。うーん、96期生。はい。でも あれよね、かなこプロより年上がいらっしゃいますよね。あ、そうなんです。ベイブリュー、はい、台湾人なんですね。ベイブリューさん。ベイブリューさんね、えすごいですね、ベイブリュープロも。いや、だから俺ツアー出てたじゃないですか、はい、ずっと、はい、だからもうプロの免許持ってると思ってました。はい。だからプロテスター受かってなかったってこと？単年でやってはった。そうです。へえ。一回シード取ったことありますよね。多分あると思う。うんうんうん。え、仲いい選手とかいるんですか？96期生。あ、まあでも、うん、18歳の子と自分11個差なんで、うんうんうん、馬場崎プロ、馬場崎プロとか1位の子も、清本みなみちゃんも11個下なんで、うんうんうん、すごい下言い方よ。分かってるよ。分かってるんだよ。分かってるけど、ちょちょちょ、言い方すごい下なんですでいいやんか。すごい下。そんな、すごい下。可愛いですよ、みんな。11個は違うね。はい、みんなでも可愛い。いや、まあまあね。いや、でも肉買ったでしょ。良かった。良かったはないです。その、なんていうの、自分より先にさ、プロテストを受かるわけや。はい、ほんなもう、キッってなったわけやろ。まあ、なりますよ。そうなんですよ。まあ、後でね、その辺の話聞きましょう。まだ300ぐらいありますね。はい、300以上。スプーンで打ちます。はい、
です。ございます。完璧ですね。内緒です。ありがとうございます。あ、やばい。やりすぎた。あ、大丈夫かな。多分こう受けてるんで。ね。まあ、行ってみましょう。多分大丈夫と思います。左に何もなかったんで。多分大丈夫と思います。すごいじゃないですか。だって、プロテスト9回受けて、よう受かりましたよね。はい。いやー、ほんま、ほんまにおめでとうと言いたいです。ありがとうございます。ほんまにもう多分この動画見てはる人が全員が言うんじゃないですか。おめでとう。ありがとうございます。言わへんやつ、押しばきますわ、ほんまに。そんなん言うから炎上するいやいや、それは言ってくれる。いやいや、炎上する。いや、炎上しないです。言うてくれます、これは。みんなが。ナイス。うわお。あ、ちょっと大きいかな。ねえ。うん。あ、すみません。ありがとうございます。はい、いやでもナイスです。ありがとうございます。60ヤード課題ですよね。いきます。弱いか？弱いよね。はぁ、下くぐったね。はぁ悔しい。ほんまここがね、課題なんですよ。やっぱ60ヤードビタッと行きたいよね。まあ今のちょっと左足下がりもあったから、ちょっとあの縦に入るあのちょっと角度が立つと思って思ったらこれよ一個もまあこれ決めましょうね。来い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 、イエーイ、ゴールパイナイスイエス、よっしゃーイエーイ、声でかっ、声でかっ、普通に突っ込まれた、はい、イエーイ、ナイスバイ、くそナイス、ちょっと曲がった、ちょっと曲がったね、ちょっと曲がった、よし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 、いや今のパットだってすごかったです、よう入れたでしょ、うん、よしよし、やっぱなんですよ、やっぱなんです、パターです、わかりました、私はパターだと思われます、20万のパター言わんといて値段値段言わんといてそうすぐバレるからさいやそうなんですよ、20万のパター買ったんです、これいいです、ほんまにタイガーウッズと同じミーリング、うん、そうそうそういやほんまかどうかわからないけどねその一応タイガーがその薄めのミーリングしてて、その薄めのミーリングのパターがあったから勝ちた。だってあれですもんね、ん、さっきレストランにパター持ってましたって言ってましたもんねそうなんだよ誰もこのパターが高いって知らんうちからもう取られたないから昼ご飯に持ってってたのなかなかいないよね、しかもご自身の飛距離を考慮して前のカートの位置を確認し、20万ですよ、
打ち込みには十分注意してください。もっと高いパターン持ってる人なんでも20万で私はビビってしまって、もう絶対取られたあかんと思って昼一緒に食べました。すいません。その回やって入りました。よかったです。よかったです。さあ、私だからパワープレイですか？え、ちゃうか。やべえ。そうよね。さあ、こちら、14番ホール、331ヤード、パフォーです。これもね、チャンスホール。耐えて、ちょっとラフ、うん、まあ、ショー出ます。ナイスです。ありがとうございます。はい、いいところです。ナイスです。まあ、ご家族いらっしゃるじゃないですか。はい。で、9回でしょ。はい。そのご家族たちはどう言ってた？どう言ってた？うん。もうええんちゃうのみたいなとか、そのやっぱり親御さんがどういう反応すんのかなと思って。うちの親は、うん、もういいんじゃないっていうのは一言も言わなかったです。はいはいはい。何を言ってた？頑張れ。まあ、ほんまにもう、うん、頑張れしかないですよね。あ、そう。まあ、でも自分がやると決めたことに対して別に何も言われたことはないです。うわ、一回やる、ピンポンと。この先、カートのすれ違いご注意ください。それが正解やみたいな、今の。ピンポンやったら。いや、そうよね。いや、でも、いや、もう、だから、受かった時、どんな感じ？その、親御さんたち。喜んでました。めちゃくちゃ。そうだね。めっちゃ喜んでた。めちゃくちゃ喜んでました。よかったね。いや、俺もほんま喜んだもん。こんな俺もその泣いてましたもんね。昭和さんのね、はい、コンペで、石田かなとプロが受かって、で祝勝会みたいなしてたんですよ。はい、ほんまもらい泣きしてもって、てか彼女が泣く前に泣いてたね。やっぱ9回はしんどいでしょ、ほら。はい、でファイナルまで行ったん何回？6回。うわすごい。え、ほんでその他の3回はどこまで？は虹落ちですね。ああ、虹落ちが3回。ゴー、止まれ。オッケー。あ、一緒。ちょっとでかい。あ、ちょっと大きい。左。止まれ。はい。ナイス。ありがとうございます。誰が一番喜んでくれた？親御さん？うん？親、うん、親だと思いますし、うん、親と、うん、同じぐらい喜んでくれたのは、うん、昭和の社長だと思います。そうね。いや、ほんまよ。いや、でも、俺が一番泣いてたと思った。藤村社長がね、何年だって見てくれたんですか？5年です。5年？いやあ。私6年目です。そうか、はい。なるほどな。よう、スポンサーしてくれてるよね、ほんまに。感謝しかありません。いや、感謝しかないよ。あ、後ろに。ああ。そう、感謝だよね。ありません。ああ。だから今日の勝負、絶対勝ちたいです。確かにね。うん、絶対勝ちたい。
いやでも逆にここで負けといた方がそのプロの方で勝つんちゃう？いやよくわからんけど。何を言ってるかよくわからない。何言ってるか全然。関西の子やね。関西の子。すぐ突っ込む。関西の子やわ。よし、バイトライ。来い。うわ、曲がった。あ、そんな曲がる。うわ、入れに行ってしまった。そんな曲がるんか。うわー、つらい。これむず。ゴーゴー。うわー、曲がった。そいいよ。悔しさ出てるよ。にじみ出てるよ。悔しいね。うわっ、うわー、入った。ほら入ったと思いました。ねえ、うわー、いやー、くそ、くるりんされました。半分沈んでましたけどね。そうね。いやだからあの出来立てやからやっぱ。ああ、そういうことか。いや分かる、適当に言ってます。何なんすか。何がそんなもん適当や。そんなこれはちょっとむずいです。ライオンさんの球筋絶対無理や。無理やな、これは無理やわ。俺163。はい、これは無理やわ。やってくれるわ、丸の内クラブ。これだって見て、めちゃくちゃかかってるんですよ。だから高い球打つかドローしか無理なんですけど、私はドロー打てません。なので上から行くしかないけど、上上がるかな。うまい。あー、やっぱ風かな。ちょっとこっち来ないね。うわ、遠い。うん。あ、風だ。まあまあまあ、そうなるよね。いや、はい、ショートです。はい。でもまあまあまあ、うまいこと打った。はい、アプローチで頑張ります。これはすごいね。すごかったですね。でもあんなこともあるか。ありますね。まあね、ナイス。ありがとうございます。はい、でも遠い。ちょっとね、やっぱりほんまはドローかかってくるはずだったんですけど、風ですかね、あんまりね、はい、戻らなかったね。持ち玉はドローですか。持ち玉はドローです。うーん、それはもう変えてない。もう変わらないですね。ああ、そう。フェードにしようとかは思わなかったです。フェードのトライもしたことあるんですけど、うん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 、やっぱりちょっとこう飛ばない、そんなに飛ぶわけじゃないのに飛ばなくなるんで、なるほど。若干ゴルフはしんどくなった時期もあります。そうかそうか、それやったら飛んでる方がええやんってことか。はい、ドローで。なるほどね、はい、でもドロー言うてもね、ほぼストレートだよね。だいぶでも、うん、こう曲がり幅が少なくなってきました。昔に比べて。あ、曲がってた、ボット。結構フックしてました。へー。そうだね。それどうやって直した？それは今習ってるコーチに出会って、うん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 、まあでも、それこそ、フェードの練習みたいなことを、うん、ああ、そういうことね。今現在も取り組んでます。なるほど。それを、やればストレートボールになると。そう、近づいてきますね。そういうことか。なるほどな。ナイスです。はい、伸びろ。
ナイス。出ます。ナイスだ。ありがとうございます。はい。よし。あざす。よく入れた。あざす。はい。ということで、ワンオーバーで、ツー、まあ今の3ホールはパーパーパーよね。はい、ツーオーバー。うん。1打勝ってます。ここからです。そうですね。確かに上がり3ホール、16、17、18を見ていただけると思いますんで、そちらの方お願いします。ここまでは私が勝っております。というわけで終盤戦最後見てください。お願いします。ありがとうございました。